朗読を行うリントン・クーエシ・ジョンソン・ダブ・ポエトリーは、レゲエ音楽に乗せた、朗読詩である。ダブ・ポエトリーを行う詩人のことをダブ・ポエットという。1970年代に、ジャマイカで誕生したダブ・ポエトリーはレゲエ、または、ダブのリズムに乗せて、スポークンワードのように朗読される詩であり、その名称は奥、オヌオラによって名付けられた。ダブ・ポエットは自作の詩を、 ダンスホールレゲエのように、シングル版やダブプレートのバージョンに載せるのではなく、それぞれの詩のために作曲されたバンドによる生伴奏に載せて、ステージパフォーマンスをすることが多い。しかし、聴衆との一体感を高めるため無伴奏でアカペラを聴かせたり、コールレスポンスを行うこともある。また、言葉にリズミカルにアクセントをつけて、インを踏んだり、派手なジェスチャーをつけたりもする。 さらに時には、自らの声に、エコーや、リバーブをかけ、ダブ処理を行う。ダブ、ポエットによるパフォーマンスは、レゲエのリズムに喋るように詩を乗せるという点で、ダンスホールスタイルの DJ との共通点もある。しかし、より即興的要素の強い DJ によるトースティングに、対し、ダブポエットは、あらかじめ作詞された詩を朗読するという違いがある。また、 死の内容にも差異が見られる。ダブ・ポエットは、DJ が、下世話な内容を含む軽妙な話芸を見せるノートは、対照的に、政治や、社会の本質をテーマに辛辣な批判を繰り広げる、ことが多い。それは、ダンスホールレゲエや、ルーツロックレゲエにも含まれている要素ではあるが、表面上の主題が、愛やエレジーであったとしても、ダブ・ポエトリーは、 姿勢の声を代弁する形で、政治や社会正義を表現することを胸とする。1978年、ロンドン大学ゴールドスミスカレッジ卒業生で、ブラックパンサー党員であった、ジャマイカ系イギリス人のリントン・クーエシ・ジョンソンは、デニス・ボーベルのプロデュースで世界初の、ダブポエトリー作品、ドレッドビート・アン・ブラッドを発表した。ジャマイカの奥・オヌオラは、そのすぐ後に、 リフレクション・イン・レッドを発表し、翌1979年には、イギリスのベンジャミン・ゼファナイアが、ラスタを発表した。LKJ は1981年からイギリスで、LKJ レコーズを主催し、自身をはじめ、マイケル・スミス、ミセオン・ビリーブ・イットなど様々なダブ・ポエットと、ミュージシャンの作品を書籍と録音物の両方の、形で出版し続けている。 LKJ と同様に、ダブ・ポエットの多くは、アルバムと同様に詩集を発表している。ゼファナイアは、詩と同様に、小説作品も継続して発表しているが、よりアカデミックな方面で評価が高い。ゼファナイアは1989年、オックスフォード大学の詩学科教授に就任し、1999年には、イギリス警官詩人に認じられた。 また、2003年には、大英帝国君少女君候補となったがこれを辞退した。ジャマイカのムタバルカは1983年、アリゲーターレコードから、チェケを発表して、以来多数の作品を発表しているほか、長年、アイリー FM のラジオ番組、カッティングエッジのパーソナリティを務めている。1980年代以ーリリアン・アレン、アフア、クーパー、 アードリ・ザイナ・マンディーララを生んだ、カナダ最大の都市トロントは、ジャマイカ、イギリスに次ぐダブポエトリーの中心地となっている。2000年代に入ってもダブポエトリーのシーンは、活発である。ジャマイカでは、デュワイ・シアールが、ダンスホールレゲエのリディムに乗せて、チョップ・ブッシュ、ザ・バーバーなどをヒットさせたほか、2006年、イギリスのダブステップミュージシャン、コード・キュが、MC ・スペース・エイプともに、 メモリーズ・オブ・ザ・フューチャーを発表した。日本では、伊藤聖光らが、ダブ・ポエトリーを取り入れたパフォーマンスを行っている。クリス・ロバーツ、ヘビー・ワーズ・ライトリー・スローン、ザ・リーズン・ビハインド・ライム・ソーン・ライク・プレス、2006、A ・ビ・スズキ・シン・イチロチョ、レゲートレイン・ディアスポラの響き青2社、2000年、90から92ページ LKJ 最初の詩集は1974年発表の、 voices of the living and the dead lkjreco rds.com hotlkjreco rds.com ハットブリティッシュポエットリジェクツ、オーダーオブザブリティッシュエンパイアーアワード、ハット mutabaruka.com、ハット a h d r i z h i n a m a n d i l、a n s w、e l a n s w e r ド s c o m ハット boomkat.com、ハット,ト youtube.com。ありがとうございます。